えー、こんにちはゴロです、えー、と今回はあのー、AJTA、全日本テコンドー協会の,あの、まあ、ホームページを、まあ、読んでましてあの気になったところがあったので少し、えー、試合したいなと思いましたあのー、まあこの全日本テコンドー協会のホームページ <laughs>、まあ、こんな感じで、あのー、かっこよく作られてまして、あのー、大会の日程だったりあの、まあ、そ結果 あとはあのー、広告だったりとかっていうのがこういうふうにずらっと並んでるんですが、あのーまあ、こういう国内大会、国際大会の結果、まあ、強化指定選手だったりとかっていうこういうのがいろいろ書かれてるんですが、あのー、僕がですねちょっと気になったところが一個ありましてあのこの、まあ、AJTA という欄の、えっと、これか決算報告これですねもうちょっと開けてみたいと思います。 えっとまあ、今回の、あのー、合宿ボイコット問題に関して、あのーまあ、28人中26人がまあボイコットしたということで、あのー、世間に、えー、出たと思うんですが、あのー、ここですね決算報告って、まあ、お金の話だけじゃなくてこの事業報告というのも、えー、と毎年、えーと、全日本特訓運動協会出しています。 で、あのこの PDF ダウンロードといって、PDF であの資料が全員に閲覧できると思うんで、あできるようになってます。で、あんまりここを見る方って少ないのかなと思うんで、ちょっと僕はあのこれ見てて、ちょっと気になったところというか、がありました。なんで、ちょっとその動画をえー撮っていきたいと思ってます。では、まずですね、あのこの決算報告の平成30年、平成30年度ですね、まあ、去年。 になで、まあ、この平成30年度授業報告書ということで、あのー、まあ、こういうふうにずらっと書いてありますが、あのー、まあ、えっ、ー、と、授業の報告なんで、まね、何をしていたかということになるんですが、あのー、次、まず、競技大会開催ですね。あのー、何月何日に、えー、どこで、えー、どんな大会を開きましたと。 で参加人数がこれだけですというような形の、えー、が流れてるんですが、早速この次がちょっと僕的には気になったというか、なってます。えっと、これですね、今回のことの発端である、えー、合宿ボイコットということで、あのー、テ,コあテコンドー競技協会関係の協会、まあ、委員会で合宿という欄があります。まあ、ここもですね、あの事業名と、まあ、種目、まあ、プンセ、キョルギというふうな、今回は、まあ、キョルギの方が対象だったんで、 でさらに、えーと、ジュニア、シニアとあって、シまあシニア、まあ、大人の部ですね、が、えー、対象になっています。で、こういうふうに、まあ、合宿、丸1、丸2、丸3とこうずらーっとやっていってるんですが、まあ、この、あのー、テレビの報道なんかでもあったように、えーとまあ、毎月1回ぐらい、あのー、合,宿を合宿があるというところで、あのー、それは本当みたいですねあの。期間が大体月に1回程度ごとにこう合宿が開かれているのが、 わ、えー、かりますすでですね、あのー、そこで、えー、の僕が気になったのが、あのーまあ、選手の、あのー、参加人数なんかもここに書かれていて、あのー、ここにあるんですね、あのーまあ、ここはプンセのあれなんですがこの国内合宿1というところからずらっと見ていくと参加人数が、えー、7人、まあ、9人8人こう4人と、まあ、ずらっとな,なってるんですが、えー、この国内合宿9という牛橋まあ、岐阜島であった11月ですね に開催があったこの合宿に関しては参加者が1人ということですね。まあ、ここがまあ2人だったり3人だったりっていうふうになってるんですが、もうほぼほぼこの局内競馬合宿っていうのはあの1年間、まあ、平成30年度を見てもあまり機能していなかったのかなというふうに思います。で、あのこう11、12とこう大きい数字がこういうふうに書かれてるんですが、あのこれがですね、まあ、ジュニア、シニアという、あのまあジュニア、もう 合同で入ったような合宿なので、この人数がちょっと増えているというのはあるんですけれども、今回、オリンピックの対象、ジュニアもまあ対象になっていると思うんですが、シニアが対象になるんですが、このシニアのオリンピックの強化の合宿というのは、ほぼほぼ参加がいなかったとっいうのが、これで分かりますね。やはりあの高いえと参加量だったり、 あのー、あまり意味のない練習というのを、まあ、強いられるということで、まあ、選手がもうほとんど1年間顔を出さないというような状況が、えー、ずっと続いていたのかなというふうに、えー、思いますで、あのー、これはあの平成30年度の結果になってますで次がえー、っとですねすこれじゃないかこの平成29年度のこの事業報告についてあの同じように あのー、合宿の参加人数をちょっとまあ見てみたんですが、えー、とここですね、国内強化合宿、であのまあユニバースシアードなんで、まあ、これ、ちょっと代表がもう完全に決まってる合宿なんで、ここは少ないのかなと思うんですが、あのー、この国内強化合宿、あの選手が23名、まあ、23名と、あのー、今回、この時は参加が人数が多いですね。 20人はこまあ、28人、えー、代表選手がいて、えー、26人ボイコットだったということなんで、まあ、ほぼほぼ参加はされていたのかなと、あのー、平成29年度、まあ、2年約2年前です、ね、は、えー、こういう参加人数は来ていたというふうになります。まあ、やはり、ねあのー、平成29年、まあ、これだけ参加人数はいたんですが、まあ、平成30年になると、あのー このような形で選手がもうほぼほぼ来なくなっているというのが、まあ、この数字でも取れるのかなと思います。まあ、やはりね、あのー、テコンドー、まあ、オリンピック競技なんでね、あのー、国からの補助金だったりも出てると思うんですが、まあ、やはり、この参加からするとやはり毎年毎年あ毎,毎回毎回、えー、お金を払わないといけないのかなというのがこれからも見て取れると思います。 まあ簡単になんですが、あのちょっとグラフを作ってみまして、あのー、4月から3月ですね、平成29年、平成30年、まあ、この人数をずらっとやってみて、グラフに書いたんですが、やはりあの圧倒的に、この2月はちょっと人があの合宿なかったのかな、なかったのでこれゼロになってるんですが、このグラフを見てもね、平成29年度に比べて、平成30年はもう完全に、えー、参加が少なくなっているということがわかります。 この赤が平成30年なんで、こう、ずっともう12以下で、こう、ずっとやっていって,ってるっていうようなことですね。はい。まあ、えっと、今回、決算報告のあ、全日本テコンドー協会のホームページから、えー、こういう決算報告も見ました。で、今回、授業を見たんですけれども、この決算報告、もうちょっと少し気になるので、あの、これもちょっと、後から見て、面白いとか、あの、変だなと思うところがあったら、こういう動画撮ってみたいと思うので、 ぜひ、えっとまあまあ、また見ていただけると嬉しいかなと思いますやっぱりねあのオリンピック競技であの国内競合合宿といってあの日本の選手を強くするというものがあり参加ができないという現状というのはあの、まあ、スポーツにとっては絶対よくはないです、まあ、ないと思います、まあ、そこを変える意思というものも協、まあ、会側には少し少なかったのかなというふうにも思いますね やはり参加人数が少ない中で、えーと、ここはいけないんじゃないかっていうところが、あの改善というところがね、1年間もされていなかったということが、あのー、この数値から見ても分かると思うので、あのー、まあ、そこの境会の少し怠慢な部分があったのかなというふうにも、これで見ております。はい。では、えー、と今回、えー、こういう PC を使った、ちょっと、あのー、初めてこういう動画撮ったんで、 あのー、ちょっとうまく喋れてるかどうかわからないんですが、あのー、これで終わりたいと思います、はい、では、えー、ご視聴ありがとうございました